20時だよ。皆さんこんばんは。デカ広報こと島村とコンタクトミリタリーバーチャル YouTuber の彩り迷いです。コンタクト、コンタクト、はあ、始まりました。マルデカ宣伝本部。4月はね、はい、出会いと別れ、引きこもごもではあるんですけども、春うらら、心ウキウキ、新規ってね、個人的にもすごく、はいはい、すごく好きな季節ではあります。いや、なんかあれですかね、まあ眉の勘違いだったらあれなんですけど、うん、なんかこう最近の流行をね、うん、なんか取り入れた、こうなんかこうただ春うららって言いたかっただけなようなね気もしないでもないんですけども。そんなことないですよ。本当ですか、うん、まあね、前回も花粉症のお話をしましたけどね、はい、迷いもね、うん、やっぱりこの春の陽気に誘われていろいろと、うん、もうね、やっぱお出かけしたくなっちゃうんだよな。わかりますよ、うん、すごくわかる、ねうん、そんな中でね、本当に俺は今月もスキーに行きます、うん、え？スキーですか、うん、え、雪まだあるんですかこの場所によってはね、あのやっぱりまだね、うん、スキー残って、5月のゴールデンウィークぐらいまでは滑れたりもするんでね、うんうん、春スキーを楽しむ。そうなんだ、うん、いいな、いいな、うん、なんかかっこいいな。でも、うん、デカ候補、うん、あの楽しむのはいいんですけどね、はい、あの本当に怪我だけはしないでくださいね、うん、そうね、そうだね、あのそれが問題なんだけど、もちろん怪我しないように楽しんではいるんだけど、はい、あのもしね、うんうん、もしこの配信が、うん、なんか急遽中止とか、はい、なんかいきなり過去の配信のダイジェスト放映見たくなったら切り抜きみたいなね、うん、何かあったんだなってちょっと思ってください。そっか、うん、あれですよね、デカ広報じゃなくて、こうなんか別の熊のぬいぐるみが置いてあるとか、熊のぬいぐるみ、ね、こうなんかあったんだなって察するしかないですよね。ぬいぐるみにこうね、喋らないぬいぐるみとか触っちゃったりとか置いてあるみたいな、それは放送事故じゃん。まあそんな感じで緩い感じで始まりましたけども、デカ広報、本日は何をしていきますか。はい、今日はね、あの実はね、うん、新しい試みをねちょっと紹介してからスタートしていきたいなと思ってるんですけどね。なるほど、うん、新しい試み分かりますか、うん、なんか、まあ、ちょっと、まあ、謎ではあるんですけども、うん、早速行ってみましょうか。そうだね、じゃあ、うん、行ってみようさあね、新しい試みですね、うん、題してガンサイズファッション。おお、ガンサイズファッション、うん、なんかこう春をね感じさせるようなワードではあるんですけ ど、何ですか、うん、これは。じゃあ簡単にちょっとね解説しますね、うん、あのまあ、これからねエアソフトガンを初めて購入しようかなって思ってる人多分たくさんいると思うんですけども、なかなかそのエアソフトガンにこう触る機会がないとかね、まあ、あとそのカタログを見るだけでこう銃のイメージがこう分けにくいんじゃないかなっていうのがあるかと思うんですよ。なるほど、うん、あ、入門者の方には特にそうかもしれませんね。でしょ、あのウェブサイトとかにはね、あの銃の全長が何センチとかって書いてあるんだけど、実際にそのエアソフトガンをこう持った時にね、その自分にとってそれがこう大きいのか小さいのか、自分が持つとどうなるんだろうってちょっとね分かりにくいんじゃないのかなと思ってます。確かに確かに、うん、こうある程度ね慣れてる人はなんとなくこうイメージが湧きますけども、うんうん、そうじゃない方にはちょっとピンとこないかもしれないですよね。でしょ、でしょ、うん、そこでですよ、これぐらいの背の高さの人が、うん、その銃を持ったらこんなに、うん、こんな感じになりますよみたいな、そういうパターンをお見せして、うんうんうん、そこにねその自分自身を投影してなんとなくこうイメージを膨らませてもらうのになんか役立ててもらえたら嬉しいなってちょっと思いついた提案です。いや、なるほどね、うん、いや通販でこう物を買う時とかもそうなんですけど、うん、カバンとかモデルの人がこう持って
くださってたり、うんうん、その人の身長とかをね、うん、こう参考にしてるのを見るとイメージが湧きやすいから、あ、とってもいいですね。そうです、まさにそんなイメージですね。すっごい、うん、あ、それで今回はね、うん、ゲストお二人お呼びして、その他に、まあ、僕とね、うん、あとちょっと、丸井のスタッフの合計4人がね、こうモデルとなりますので、で実際にその銃を構えた様子を、まあ、撮影して、ね、うん、でそれをこう見た上でその銃を選ぶ、こうなんか参考にしてもらえればなと思っております。いや、なるほど、うん、話を聞くとね、すごく楽しそうだ し迷いも気になっているので、うん、すごくいいなって思うんですけど、まあ、デカ工房もね、うん、身長わからないです。実はね、3メーターあるかもしれないですよね。わからない、ね、惜しいな、2メーター98ぐらいしかないけど。デカということで、はい、まあ、ちょっとふざけちゃったんですけど、デカ工房、肝心のゲストさんというのはお二方、どなたでしょうか。そうなんですよ、僕と、まあ、社員はね、男性なので、ゲストは女性の方をお呼びしようかなと思ってね、うん、女性、うん、お二方、うん、西崎りまちゃんと、あ、ちゃん、望月まりちゃんのお二方をお呼びしようかなと思ってます。おお、りまちゃんと望月まりちゃん。まりちゃんってあれですよね、うん、HK416 デルタカスタムとか、はいはい、マーク46モッドゼロの PV にも出演されていた、うん、グラビアアイドルの方ですよね。僕はモッチって呼んでるんですけど、そうですね、うん、モッチ、うん、迷いはね、まだお会いしたことがないので、うん、もうすっごい会いたいです。うん、なるほど、うん、楽しみ楽しみ、なるほど、わかりました、うん、じゃあ早速ね、この VTR をご覧いただきたいと思います。どうぞ。え、現場に来ないよ。さあこんな感じでね、西崎りまちゃんと望月まりちゃん、はい、あと、社員の馬場さんと俺の4人でね、撮影に挑んだんですけどもね。おー、うん、動画じゃなくてスチールだったので、もっと動画より分かりやすく感じましたね。分かりやすかった？そう言ってもらえると嬉しいよね。りまちゃんはね、身長が155センチかな、うん、で、もっちは、身長が165センチで、僕自身が身長が172センチで、馬場さんが185センチなので、だいたい皆さんこう10センチ刻みのね、こう身長の差になってるんで、
本当にこれを参考にね、その銃を持った時のイメージを膨らませてもらえたら嬉しいなと思いますね。なるほど、うん、こういろんな銃があるからね、うん、こうやって見ると全然こう持つ人の、身長によって、うん、大きさのイメージも全然違ってきますね。違うよね。ババさんがこうカーブ持った時なんてなかなかこうカーブがもっとちっちゃく見えたりして。そうだね、もともと小さい銃だからね、本当にもうリマちゃんが持っても小さくなるんだけども、うん、やっぱりその人によってね、うんうんうん、やっぱりその銃が隠れちゃったりもっていうことが分かってもらえたと思うんだけどね。逆にデザートイーグルとかはやっぱりね、銃自体が大きいから誰が持ってもやっぱり結構目立つような銃だったりね、存在感が、ありましたね、なんかやっぱり同じ銃でもリマちゃんとこう マリちゃんが、ね、持った時のイメージもやっぱり違ってきてましたし、これはねすごく参考になりました。でしょ、なんか今までありそうでなかった、なんか見せ方だと思うんだけどね、待ってたこれを。本当はね、だいたい15機種ぐらいはね、実は銃を構えてもらってね、撮影はしてるんですけど、今回はちょっとね時間の都合で全部お見せできませんので、今回はハンドガン編ということでね、ちょっと見てもらいました。で、次回はね長物編をちょっとご紹介したいなと思っております。ああ、なるほど、自分がね購入するときに少しこうイメージが湧きやすいというところで、とてもありがたいなって思います。この企画ありがとうございます。ちょっと嬉しいね。あとはね、やっぱりこの見てもらった VTR の部分だけを別個にね、YouTube とかでもアップする予定になっておりますのでね、それをまた見ながらいろいろと今後の参考にしてもらえたら嬉しいなと思いますので、次回ね、長物編もぜひねご期待ください。ご期待ください。さあ、大変お待たせしましたね。もう非常に期待されております、エアリボルバープロSA45 5と2分の1インチアーティラリーブラック、こちらなんですけども、発売日が確定しております。さらにメーカー希望小売価格12,800円、税別となっておりますね。スペアカートリッジに関しましてはメーカー希望小売価格2,980円、税別となっております。おお、やったー。もうこれはね、迷いも含め、皆さんまだかまだかっていう感じの状態ですよ。そうね、もうね、紹介してからすごい問い合わせが多かってやっとね、発売になります。楽しみ。そういうわけでね、今回は特別にこのね、SA45 5と2分の1インチアーティラリーの生産工場に潜入した映像をまた見てもらおうかな思っております。やったー、そんな映像があるんですか。あります。めちゃめちゃ見たいです。もうこれは見たい見たい。まあでも多分前回見たくモザイクだらけにはなると思うんですけど、じゃあ早速見てみましょうかね。じゃあ早速、どうぞどうぞ。さあね、そういうことで前回に引き続きまたまた工場にやってきました。今回はね SA45 の工場をねちょっと見てもらいたいなと思うんですけども、まあね、いつもの通りモザイクになるとは思いますけどね、なかなか見れない映像ですのでね、早速行ってみましょう。さあ、そういうわけでね、こちらで今ね SA45 生産しております。まあいつもの通りね、また全然モザイクなんですけど、いくつかあるうちのラインのまたね一つだけちょっとお見せしたいと思います。こんな感じですね。さあね、こちらで今続々と作っておりますのでね、ちょっとだけ見てもらいたいと思います。さあ、こんな感じでね、
出来たての新製品ですね。エアリボルバープロ SA45 5/2インチアーティラリーのブラックモデルです。もうまもなくね、皆さんの手元に届きますのでよろしくお願いします。さあこんな感じでね、本当に SA45 5/2インチアーティラリーがね、続々と誕生しておりますね。ハッピーバースデー、うん、なんかモザイクだらけでもね、うん、こういう映像が見れるのはすごく貴重な感じがして、もうね、もう感動しました。ありがとうございます嬉しい。そう言ってみられると嬉しいけどね、まあ、このね SA45 5/2インチアーティラリーのこのブラックモデルのね、発売日はご案内の通りなんですけども、うん、じゃあそのシルバーモデルはいつなんだって、はい、多分、ね、思われる方いると思うんですけど、シルバーモデルの発売はこのブラックモデルのね、後になりますので、シルバーお待ちの方はね、うんうん、今しばらくお待ちいただけたらなと思います。おー、うん、待ってます。もう楽しみに待ってます。お願いします。アーティラリー、え？さあちょっとここでね、発売前ではあるんですけども、はい、SA45 5/2インチアーティラリーのね、ハンマー操作に関する注意点をお話ししたいなと思います。おお、注意点はでも大事ですからね。そうなんですよ。何なんですか、うん、まず注意点教えてください。はい、実はね、うん、製品の中にも別紙でこう入れてはあるんですけども、購入した際はね、必ずその取扱説明書と一緒にね、一読してもらいたいなと思っております。実はこの SA45 はね、スイングアウト式のリボルバーとはちょっと構造が異なるため、そのカートリッジを装填する際にはね、ハンマーをハーフコックにする必要があります。ハンマーをハーフコックにしないとシリンダーが回転しないんですね。そうなんですよ。で、そのカートリッジをね、まあ、装填するまではいいんですけども、注意点はその後となります。3つあります。1つはね、このハーフコックの状態からトリガーは引かないでくださいっていうことですね。で、2つ目はこのハーフコックの状態からそのね、指でね、こうハンマーを押さえて戻す、いわゆるハンマーダウンはね、行わないでくださいということになります。このハーフコックのね、状態からそれぞれの操作をすると、どうしてもね、その内部メカの破損につながる恐れがありますのでね、これは絶対にしないでくださいという注意点となります。で、3つ目はね、このハーフコックからこのフルコックにね、することで、射撃状態になるんですけど、このね、このフルコックの状態からハンマーをね、指で押さえてこう戻すハンマーダウン、まあ、よく指でことかって呼ばれたりするんですけど、これもね、ぜひしないでください。不意のね、発射だとか、いわゆるその2発球弾によるね、破損の恐れ等もあるのでね、これはね、もう本当注意が必要となります。なるほど、うん、指でこって呼ばれる行為なんですか。そうだね、よくこうやって、こうやってこう指でね、指でコッキングの、まあ、略になるんだけど、こうハンマーを指でね、押さえてこうそろりとこうね、引き金引いて戻すんだけど、それでこうハンマーダウンさせるんだけどね、本当にその力加減とか、指がこうパッとね滑ったりすると、そのハンマーダウンになっちゃって、こう弾がね、発射しちゃう可能性とかもあってね、まあ、危ないのでね、やめていただけたらなと思います。おー、なるほど、うん、じゃあはいはいはい、デクコーフ、はい、うん、ハンマーダウンさせる場合はどうしたらいいんですか。そうだね、もうハンマーダウンさせるにはもう物理的にね、もう BB 弾を発射するしかないのでね、いわゆるこのフルコックした状態で、いわゆる銃口を安全な方向に向けてね、もう本当に撃ってもらって、でこうハンマーダウンの状態にしてくださいっていう感じかな。なるほど、うん、まあ、未然に危険を回避するためにはもうそうした方がいいですね。そうだね、まあ、あとはね、実際このエアリボルバーね、6発装填なんだけど、実はね、5発だけ装填して、1発分だけね、そのブランクにしてね、まあ、そこでこうハンマーダウンをさせるっていうやり方もあるんだけども、カウボーイリロードっていうね、呼ばれる方もするんですけど、まあ、いずれにしろね、その事故や怪我をね、やっぱりこう未然に防いで、
安心安全にね、それぞれ工夫して楽しく遊んでもらえたら嬉しいなと思います。ああ、注意点を認識して安全に楽しみたいですね。お願いします。お願いします。さあね、まゆちゃんね、このまるでか宣伝本部、はい、なんとね、52回目の配信を迎えることができました。おー、52回、うん、そこでね、あの52回にちなみまして、まあ本当強引ではあるんだけど、強引ではあるんだけど、この商品ね、電動ガンスタンダードタイプ、はい、シグ552シールズをご紹介したいと思います。おー、うん、シグ552、うん、本来であればね、第552回の配信の時にするのが正解なんですけど ね、 もう数十年後っていうことになりますからね。552回配信したらあと20年後とかそんな世界なんで、あんまり細かいことは気にしないで、ね、うん、まあ、僕は個人的にすごくね、はい、好きな銃なんですけどもね、うんうん、発売は平成15年2003年の7月24日発売となっております。現在でもね流通してるんですけどね、うん、メーカー希望小売価格が29,800円、税別となっております。あ、うん、第14回配信のパッケージの裏話の回で登場しましたよね、うん、来たね、うん、ね、うん、そう、製品パッケージの変換器っていうことで、うん、下箱を発泡スチロールから紙箱に切り替えたなんて話をしてたような気がするんですけども、しし、はい、うん、はい、でもね、こうシグ552の中身を見せようとして、うん、デカ広報がやめたやつ、そうそう、よく覚えてらっしゃいますね。本当にあの、はい、大きい箱からね、なるべくこう小さい箱にっていう流れでね誕生したパッケージなんですけど、ちゃんと今回はねお見せするように用意したんですけども、うん、まあ、ちょっとね見て違和感があると思うんですけど、今回はね変化球でね上箱をね組み立てる前の状態でちょっと見せてみたいなと思って思ってたんですけどね、それがこちらです。じゃん、出ました。おお、すごい、そんな長い感じなんですね。ちょっとカメラ入るけど、はい、こういう感じですね。印刷されたまんまの状態がこれっていうことですね。あ、そうです。ちょっとこうやって見ると怖いけどね、顔。いや、目よ、目が怖いよ。この状態から組み立てて、うん、いろんなところにね必要なシールとかを貼ってこう完成させるんですよね。うん、なるほど、うん、この姿っていうのはこう丸井の社員さんとか関係者の方しか見れないから、かなり貴重じゃないですか。あ、これは貴重だよね。だってこの姿で見ることないからね、ここから組み立てるんでこのままで納品された姿ってあんま見ないよね。見ないですよね、初めて見ました。怖いよね、こうやって見てるね。いや、もうそこしか目いかなくなっちゃうからそうやめてください。やめようね。はい、で、これですね、はい、下がこんな感じになってます。はい、こんな感じですね。じゃん、じゃん、こんな感じですね。わかります。じゃあちょっとね、今取り出してみようかな。はい、お、はい、でででよいしょ。はい、こんな感じになります。あ、よいしょ、こんな感じですかね。アメリカ海軍の、ね、シールズが採用したとされているネイビーの特別モデルをイメージして再現してあります。特徴的な、ね、このクーリングホールのついたハンドガードだったりとか、あと、ね、20ミリマウントレールが、ね、こっち側、反対側、この右側と、ね、下側についているのも特徴ですね。で、フレームや、ね、このレシーバーはそのシールズ採用の順に、ね、施される表面加工をイメージしたね、ダークグレーのカラーリングで仕上げてあります。なるほど、うん、レシーバーはブラックじゃないんですね。そうだね、ブラックじゃないとグレーなんですよね、ちょっとねグレーっぽくね。あ、うん、そうなんだ。で、使用するバッテリーはニッケル水素のミニ S バッテリーでね、銃の重さも約ね 2.2 キロとね、うん、非常に軽いのが魅力的ですね。うん、おー、めちゃめちゃ軽い。軽いでしょ。あとやっぱりね、このシースルーマガジンね、これ結構特徴的なんだけど、うん、相談数は43発、このシースルーマガジンね、うん、すごくこうリアルにできてるでしょ、これ、うん、イベントとかで、ね、展示してるとね、本物に結構勘違いされちゃうこととかもね、あったりとかして。そうなんだ、うん、で、このシグ552の、ね、マガジンは特徴としてここに、ね、側面にこうジョイント部があって、これを利用して、ね、こうマガジンを、ね、こう
つなげていくことができる、複数つなげるっていうことができるのもね、特徴の一つなんだよね、うんうん、なるほど。マグポーチがなくても持てる、うん、こうかなり便利機能じゃないですか。便利機能なの。でもね、だいたいまあ、つなげるってもだいたい2つぐらいなんだよね。2つとか、まあ、多くて3つなんだけど、で、参考までに用意したのはね、これですね、はい、どうも、ね、待って想像以上の出てきちゃったよ。理論上はね、理論上は今これ10個つないで、理論上はね、こう無限につなげていくことはできるんだけどね、今これはノーマルマガジンと連写マガジンもつけて、これ何発ぐらいになるのか分かんないんだけど、つぼっちゃうすいません、ほらちゃんと銃にも装着できるんだけど、面白いけど、面白いけど量、物量がすごい、何発になるんだろうこれ、何発だね、ナンパさんね、はい、これはすごいですね、すごいでしょこれ、ね、まあ、こういうのもあったりと、息整えときますね、はい、ストックもね、折りたためたりするのも特徴的だね、はい、ここね、うん、こうやって本当コンパクトになるんでね、うん、こうやって、あ、コンパクトになった、うん、ね、はい、うん、まあ本当にね、もう俺みたいにもうだいぶある程度年齢を重ねてくると、もう本当にやっぱり軽い銃とかね、はいはいはい、結構そのゲームするのにも非常に助かったりするんでね、うんうんうん、なるほど、うん、いや前に話していた、カタログモデルではこのシグ552シールズだけ唯一 BB ローダーが標準装備されているっていう話でしたよね、はいはい、これね、そうそうそう、通常ね、ここにも用意してあるんだけど、これは実際ね、こういった形でチャージングロッドとチャージャーっていうのがあってね、ここにこう弾を入れて、こう棒でこうグイグイ押してマガジンに入れるんだけど、そのこの552シールだけ唯一ね、これが入ってなくて、このこれね、 BB ローダーがね標準装備されてるっていうのが特徴だね。まあ本当にこの製品以降ね、 BB ローダー、この BB ローダーシリーズがね、もう別売ということで発売をしだしたんだけどね、うん、なるほど。いや BB ローダーすっごい便利ですよね。便利でしょ、すっごい便利、めちゃめちゃ便利、うん、もうほんとね、うん、ちょっと言えないけど、この BB ローダーシリーズね、まあ、これと、うん、あと XL っていうのがあるんだけども、うん、そのね、販売累計数っつったらね、もうほんとえげつないぐらい、もう出荷されてますよ、ほんと。どのくらい、いや、でもね、うん、BB ローダーってとか、BB ローダー XL って必ずって言っていいほど迷いもそうですし、みんな1個は持ってるんじゃないですか、ね、最低1個は持ってて、その弾の次、重さに合わせて2個とか、だいたい2つとか3つとかみんな持ってるし、うん、結構ね、自分のかどうかが分かんなくなっちゃったりするんで、気がついたらなんか家帰ったらあれ2個あるとかっていうことがデコったりするんですよ、うん、そういう時はね。いや、その分結構ね、すっごい、本当びっくりするぐらい数出てるよ、本当、多分影の大人気商品だと思うよ。はさあ来ましたね、俺の二丁拳銃コーナー、イエーイ。さあ話題沸騰のこのコーナーね、今回で3回目となりますね、はい、うん、おお、もう3回もやってるんでしたっけ。そうですよ、そしてね、ついに来たんですよ、今回はね、ショットガンを見てもらいたいなと思いますよ。なるほど、うん、デカ候補の大好きなショットガン、うん、ちょっとね、期待しちゃってるな、迷い。本当？もうね、うん、よく撮れてると思うよ。じゃあ早速見てもらおうかな、はい、俺の二丁拳銃コーナー、どうぞ。どうぞ。デカ候補、
すごい、めちゃめちゃすごかった。今回はね、こうなんかね、やっぱりね、今までとはね、うん、ちょっと違くて、ちょっと認めたくないけど、かっこよかったです。でしょ、ちょっとなんかやっぱりあの1作目2作目とはまた全然違う感じだもん、うん、そうですね、まあ、実はちょっとね、うんうんうん、参考になった、うん、あの昔の映画があって、あのランダウロッキングザアマゾンっていうねアクション映画があって、うんうんうん、あのこのラストでね、そのショットガンをその二丁拳銃でこう撃ちまくるっていう、まあ、シーンがあるんだけど、その映画をねちょっと改めて見たときに、あ、こういうコーナーいいんじゃねえかって実は思いついたんです。そうなんだ、うん、へえ、なるほど、うん、ちょ、迷いも見てみたいの面白そうですね。面白いと思うよ、うん、ねえ、ところであのデカ候補、うん、いや今回めちゃめちゃ楽しかったんですけど、はい、この俺の二丁拳銃コーナー、うん、今回でね3回目、だったんですけども、ついに審判の日です。うん、ジャッジメントデイです。審判なんてあるの、はい、これ審判の日です。このコーナー続けますか続けませんか。続けます。さあ次回はね、何の銃をね撃つんでしょうかね。俺の二丁拳銃コーナー、次回もお楽しみに。続くらしいです。まだあるもん。さあね、新製品ボルトアクションライフル VSR1、 こちらも発売日が確定しました。やったー。あのね、怒涛の新製品ラッシュでね、こちらもぜひ、うん、ご期待いただけたらなと思います。ご期待ください。さあそしてリアルイベントのお話となります。4月29日金曜日と30日の土曜日、こちらに開催されますニコニコ超会議2022にね出展することが決まりました。まあ、あの現時点でのねあくまでも予定となっております。開催のねそのやる有無とかもあるんですけど、現時点での予定となります。はいはい、はい、なるほど、うん、ニコニコ超会議2022、うん、久しぶりのリアルイベントですね。そうだね、あとはね5月11日から15日まで開催されます、うん、第60回静岡ホビーショーにも参加いたします。あのこれもね現時点での予定となってはありますけどもね、うん、はい、うん、まあ、それぞれのね開催まで少しまだ時間がありますので、まだねどういう展開にするかとかいうのはねまた改めてお伝えできたらなと思っております。なるほど、うん、世の中的にねいろいろなことがあるので、うん、油断を許さない状況ですから、うん、こうわずかな期間の間にね流れが結構変わってくるっていうこともありますし。そうなんですよ、だからね、まあ、本当何度でも言うんですけど ね、あくまでもこの現時点でのね、うん、状況ということでね、ご了承いただけたらなと思いますけどもね、うん、うん、ということでよろしくお願いいたします。頑張るぞ頑張るぞということで、うん、デカ候補、はい、本日もねお時間が来てしまいました。そうですか、早いね、なんか今回もね、うん、内容が結構盛りだくさんな配信でした ね、うん、本当になんか今日盛りだくさんな感じすごくしたんですけども、うん、ここに来てね、うん、こう新製品が怒涛のように発売され出しているということで、うん、もう価格がね本当にやばいっす。やばいね、まあ本当にね皆さんにその迷惑をかけないでね本当はそのバランスの良いね発売計画をしてはいるんだけどね、どうしてもやっぱりものづくりにはこううまくいかないこともあったりとかね、うん、どうしてもその発売がこう近づいちゃったりっていうこともねあるんだけどね、夢のために貯金しときますマユ、うん、まあ、前にも話したことがあるんだけどね、本当ね新製品は本当に継続して当然販売していくのでね、仮にその時にちょっと手に入らなくても、やっぱり順次生産していきますからね、その定価をね、はるかに超えるような、そのね、高額とかで購入するのはね、ぜひやめてもらいたいなって、個人的には思っております。ダメだぞ、うん、うん、本当に迷いもね、ほんとその通りの
同じ意見です。でしょ。なんか俺もだから本当にあの、ロボットのプラモデルが欲しいんだけど、うん、あ出た、うん、やっぱり手に入らないから、うん、でもだから買えるまで我慢してるもん、うんうん、でまあ丸井としてもね、当然皆さんになるべくご迷惑をかけないように、うん、やっぱりその会社としてね、こうすげえ頑張って生産はしていきますのでね、何卒ね、よろしくお願いしたいなと思います。ありがとうございます、うんうん、世界的な、ね、このウイルスの影響がかなりあるということで、ね、こう物流とか、ね、生産の問題がいろんなところでこう波及しているっていうんですか、なんか、あ、なんかかっこいい頭良さそうなコメントしちゃったねえ、もう早くね、もう元の姿に戻りたいんですけども、うん、まあ、ということで、うん、まあ、ちょっとね、暗くなっちゃったから、うん、もうデカコホ今日は明るい感じで、うん、いつもの言葉で締めてください了解しましたみたいな、無茶振りとかしちゃうぞはい、了解しました、はい、本日も配信をご覧いただきありがとうございました。またね、次回お会いいたしましょう。チャンネル登録もよろしく。タイムタイム、それ何なんですか、毎回やってるけど。何が、それチャンネルって言ってください。そこチャンネル登録よくわかんないんだよな。行きますか。はい、行きましょう。変なとこやからほら、ちょっとリズムが狂っちゃったじゃん。ナイスナイスシュートーシュートお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は初めてじゃないかな、うん、あんなにガチつぼってしまったのはちょっと収録が中断するぐらい笑ってたよねあの頑張って立て直したんですけどね、うん、ちょっとずっとニヤニヤしちゃってましたね。もうだ見かなんかさ、こうインパクトやばくないですかこれ。これはでもパッと見たらインパクトはあるけどね、うん、なんか収納方法にしか見えない、うん、でもあの、うん、うちの丸井の社員としては別にそんなにすごいことではなくて、うん、当たり前のような光景なのよ実は。 なるほどね、うん、あのいや出てあの会話の流れ的に、ね、うん、2、3連、4連、多くて5連ぐらいかなっていう感覚でいたから、これできたらもう笑うよ、ね、うん、丸井さんの中で普通なんですか。普通っていうかやっぱりマガジンとかがその、うん、なんていうのかな、会社だから個人でお金出して買うとやっぱりこれ10個買わなきゃいけないとかってなるけど、会社の中にいっぱいあるんで、だから結構みんな保管するのにこうやってみんなくっつけたり、あと例えば G36C のマガジンをくっつけて置いてあったりとかするんで、そんなに見慣れてる光景なの、違和感がないから。だからまえちゃんがそんなドハマりするネタではないのかなと思ってたんだけどね。え、わかんないわかんない、迷いもまだね、収録中なんで配信してる時のみんなのあれがわかんないですけど、うん、迷いガチでつぼっちゃっていや、この量で来ると思わないからそうなんだ、初めて見たし、うん、これ本当はもっとつなげようかなと思ったんだけど本当はね、まあ10個ぐらいかなと思って。まあね、うん、いや笑っちゃいます、10個ぐらいかな、でもめちゃめちゃ面白いんですけどねもうやっぱり思ったもん、もう去年ぐらいからちょっとじわじわと思ってるんですけど、うん、自分の普通は他人の普通ではないっていうのをね、ああまた実感しましたね。それはあるね、うん、本当に当たり前だと思ってることが違うからね、ま、丸井さんの中でこれは普通でも、迷いの中では異常なんですよ、この異常このあ異常、これ異常な数で来ちゃってるから。なるほど、そうか、見慣れないからね。まあこう言った通り、個人で買うと結構やっぱり何万円しないとこれができないでしょ、何気なくやってるけどまあね、うん、だけどやっぱり会社の中はいっぱいあるし、はい、あんまり不思議なことじゃないから。だから前も言ったかもしれないけど、やっぱりね、その自分で好きな、うん、あのパーツを組み合わせるとか、はいはい、なんかそういうのも2個1とかも平気でできちゃうから、うん、でも実際それをお金出して買ったものじゃないからさ、うん、そういう部分はあるよねきっとね。いやにしても面白かったなって思いますけど、ね、ヨーカみたいなもんね、去年確かね去年ね、うん、あの迷いデカ広報専門外だと思うんですけど、はい、オーディオインターフェースって分かります？インターフェースは分かりますよ。あ、分かりますよ。
そこからちょっとびっくりなんですけど、なんかあの配信機材のマイクで、なんかこうあんまり使いこなせてないんだけどね、まゆいは、あのエコーかけられるみたいななんか機械があるんですよ、なんか、それを勧められて、VTuber のお友達に、で購入して、あの組み立ててる時にちょうどあのまあ友達に聞きながらやってたんですよ、けどよく分かんなくて、その友達の言ってることが、ここにこれをあのどうこうしてって言ってくれるんですけど、分かんなくて、その箱から出して、その機材 の、あの穴があったんで、なんかそこがあの、ま、マイク挿すとこなのかなと思って、もうマイクぶっ刺したんですよ、で一応音質あんまりあれだったんだけど、音聞こえるっていうから、ああこれでいいんだと思って、一応完成形はこんな感じで合ってるって言って写真送ったら、爆笑されて、それ見て、おなるほど、ちょっとデカ広報にちょっとじゃあ、送ってみようか、はい、これじゃあこれボン出てるかな、今出た、あ、うん、あの見えます、ああなるほど、あのね、これは俺もやらない嘘でしょ、わかるのこれ、やらないよこれ、これはやらないって、未だに迷い、これ何がいけないのかわかんないもん、未だにこれ、普通はもうだってコードでつなぐよね、普通はね、直接ダイレクトに本体はぶっ刺さないもん。なんかマイクいけばなとか言われたんですよ、これやったら、これは、これはあのいけばなマイク、俺もやらない、これはやらない普通に考えたらこれやらないもん普通が、だからそうだから普通が違うのっていう話ですよ、ちょっとでも違う気がしてきたぞ分かんなかったんだよな、普通のレベルがもう鼻からちょっと違う気がしてきた、本当、それはなんかちょっとあれじゃないですか、デカ広報がなんかこう機材つよつよだったとかっていう説じゃないんですか、つよつよっていうか、でも普通はでもやらないよね、男性とかやらないかもしれないよ普通っていう言葉がめちゃくちゃ今刺さってる迷いに普通ってなんだっけってなってるどう見ても不自然だろうね、いやもうやめてそれ以上、やめようもう今日はね、このマガジンでね、ドツボにはまってしまったのと、珍しいよね、本当にああいう感じでね、珍しかった、あんなに笑うと思わなかったですけど、みんなの普通と迷いの普通と違うんだなって感じたっていうお話でした、ちゃんちゃんってことでちゃんちゃん、またよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ゆるーい、ゆるい